フランシスコ・ガブリエリ国際空港空港はエルプルメイリー両国際空港とも通称されるアルゼンチン・メンドーサ州の州とメンドーサの中心市街地から8キロメートル北東部に位置している空港。空港名は1970年から1972年にかけてメンドーサ州知事であったフランシスコ・ガブリエリにちなむものであり、スペイン語では知事を意味するゴベルナドールが 空港名に入っている。以前は、面倒さえるプルメリー旅リ空港と称されていた。この空港は、490ヘクタールの敷地を持ち、アエロプエルトスアージェンティーナ2000が運営に当たっている。ターミナルの建物は12,800平方メートルの広がりを持ち、2階建てになっていた。空港には16、161台分の駐車場があり、到着、出発ラウンジは、 あまり頻繁には使用されないものが1カ所あり、ゲートは4カ所も受けられている。アルゼンチン空軍の第4航空旅団は、この空港の南側の一角に、エルプルメリー旅空軍基地を構えている。空港の西方の遠方には、山岳地帯が広がっている。平野部には、面倒サブ用ール DME が配置されている。敷地外からの空港ターミナルの眺め、ありがとうございます。